お前の掲示板で昨日爆破予告して捕まった奴がいる。<laughs> ごめんな。寝てて気づけなくて。シャバに出てきたらまたよろしくな。助けてあげれなくてごめんな。3週間ぐらい出てくるだろうから。略式裁判でな。そしたらまた、暖かく迎えるから。ね。本当に捕まっちゃったの。<laughs> 捕まっちゃったんだ。かわいそうに。 お前のマンション爆破するとか言ってた <laughs>。そんな <laughs>、そんなこと言ってた捕まんないと思ってた理由を教えてほしいんだけど <laughs>。ねこれさ、定期的に言っといてあげよう。あのね、俺あんまり、あでもわかんねえな。そういうことをすると、捕まる。5万人とか見てて、5万百千七百7 6 3人中、 5万1762人は、バカなふりして騒いでるだけで、実際そういう感情はと思ってないのね。ただ、本当のバカがやっちゃうの。本当に、ああみんなもやってるっつってやってねえのに、そう、心底バカがやっちゃうのね。だから、コメントする前に、まあ、生放送中のコメントだったら、まあ、最悪流せるわ。ただ、あの、匿名の掲示板なんて存在しないから、もうこのように。残るところでは、やめた,た方がいいと思うわ。 こういう流れだったらまあ最悪、どうしてもやりたい。そういうチキンレースやりたい。だったら俺が枠消すこともできる。パッて消しちゃえば、まあ最悪捕まんないでしょ。ただね、ネットの掲示板に匿名は存在しないからな。まあ捕まってなかったとしたら、もう気をつけた方がいいわ。ラッキーって。 ただそんなリスク取るほどのことじゃなくない俺寝てたんだよ。せめてさ、なんか俺のさ、携帯電話とかを特定してさ、電話かけてきたやるんだったらまだわかるけどさ、お、俺にも気づかれずに、そんなリスク取る必要はないよ、みんな。<laughs> マジでもったいない。そんなんで人生無駄にしても、それもったいなくないじゃあ分かった。せめて配信中のコメントで書きな。どうしてもやりたい人は。 本当に逮捕されるのか殺害予告って、お前だから人狼殺荒らしてただけで逮捕されてんのにさ、お前殺害予告なんだ。俺だったら、多分最悪警察呼ばれたとしても、まあ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 、つって、厳重注意ぐらいで、ね、俺は自分への殺害予告をなんとかごまかすっていう風にみんなで約束してるから、実際に殺しに来たら俺だって正当防衛するけど、それじょ冗談じゃん。でも、俺以外の人は、俺が関与できないからね。余裕で捕まるぜ、マジで。 今回爆破予告したのは老人生だよ <laughs>。え、だからさ、勉強がね、辛かったとしたら、ら放送中に、なんか、書き殴ればいいじゃん。やるーみたいな。あと一個言っとくわ。まあ、そんなことしてねえって勉強してるバカたらがだからてめえ老人生なんだよ。もう少年も腐ってんな。てめえ悪いな頭だけにしとけよ。見た目悪いんだからさ、せめてお前一生懸命勉強してさ、 バカなりにさ、お前てめえ努力しろよ、バカ誰か。お前の、親の顔が見てみてえわ。ほんとに。情けえねえ。わ、ほんと、冗談は顔だけにしろよ。<laughs> こんくらい言っと、言っといてあげないとやっぱさ、あ、俺って危ないことしちゃったんだって、お、大丈夫だ、大丈夫だよ。優しさじゃないからだ、これ。俺今俺優しさ見せたからね。 一発で武田鉄矢みていに、バチーンってぶん殴ってやんねえと、またやるかもしんねえじゃん。もうただでさ、え老人でさ、お父さんとお母さんさ、血のしょんべん出しながらさ、そんなバカのさ、面倒見てんのにさ、お前さ、俺がさ、風邪でさ、休んでる間にさ、何宇宙を爆破予告するっ,つって捕まってさ、かわいそすぎるだろう。せめて40歳ぐらいのさ、あと先短いじじいとかだったらさ、まあ、泣きにしもあらずだなと思うけど、お前18歳、老人生。 俺に謝らなくていいからてめえ親に謝っとけよ。最悪俺が揉み消してやるわ。もし万が一来たら、いやいや。それね。本当にすいません。それそういう冗談を言う文化があってよって俺がもう土下座しとくわ。ごめんてめえ二度と俺に逆らうんじゃねえぞ。俺が揉み消してやっから。祈るわ、その老人生が捕まらないことを。<laughs> 俺連絡してこいよ。本当に捕まったかどうか。